骨端線があれば真珠がまだ伸びる。これですよ。これが骨端線なんですね。こちらの骨のこの端っこの部分が先ほど線があったり、こちらないのお分かりでしょうかね。身長美容、医師学科学生、整形外科専門医、身長整形こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日ね、お話しさせていただくのはですね、ズバリ、骨端線についてお話しさせてください。皆さんね、骨端線大好きですよね。知っていますよ。その骨端線についてね、今まで解説をですね、細かくしてたことがあんまりなかったので、ちょっと今日はその骨端線についてお話しさせていただきたいと思います。骨端線ね、初めて聞く人もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。骨の端の線というふうな記載になります。骨がこういうふうにビーってあったら、こう端っこの部分ですね。ここに骨端線というのが存在するわけです。その骨端線の部分が小さい時にこう伸びるわけですね。それのおかげで身長が伸びるっていうところで、骨端線があれば身長がまだ伸びる。ただし、骨端線が閉じてしまうと身長が伸びないということで、じゃあその骨端線って何ってところね、今日ね、実際にモニターさんのね、画像で説明していきたいと思います。骨端線について知りたい人、身長を伸ばしたい人は、ぜひ最後までご覧ください。それちょっと画面を切り替えてね、骨端線について詳しく説明していきます。はい、それです。実際のモニターさんのね、画面を使用しながらですね、骨端線が何なのかってところをね、実際に見ていきたいと思います。じゃあまずはですね、13歳と6ヶ月の男の子のレントゲンね、見てみましょう。見てみると、ぐーっといくと、こういうふうにですね、これですよ。これが骨端線なんですね。こういうふうに骨が、こっからここまで。これ実は同じ骨です。これとこれ同じ骨なんですね。で、これの骨の端っこに線がある。だから骨端線という表現になります。これも骨端線ですね。例えば、この骨に関して言うと、これは第二中枢骨っていう骨ですね。骨のここの端っこ。これが骨端線になるわけです。なので、この13歳と6ヶ月の男の子に関して言うと、まあ、ここも骨端線が空いてる。ここも骨端線が空いてる。ここも骨端線が空いてる。で、ここも骨端線が空いてる。ここも骨端線が空いてる。まあ、そういったような表現になるわけです。なので、こういったのを見ていきますよってところになります。まずはですね、まあ、皆さん、おそらく疑問に思うのが、なぜ手のレントゲンを取るのか。なぜ手で骨端線を評価するかってところになります。で、骨端線はですね、骨にはもう全部あると思っていただいていいぐらいなんですね。ないものもあると思うんですけども、基本的に骨端線は全て存在するというふうな理解でも十分だと思います。じゃあなぜ手で取るのかね、膝を伸ばしたいんだから、膝で取った方がいいんじゃないかとかね、そういったこともおそらく思うと思います。で、それは一理間違ってなくて、そういった方法も可能だと思います。ただし、一般的にこういった我々の世界だと手を取ります。まあ特に左手っていうふうに言われてます。なぜかというと、この1枚レントゲン取るとですね、こんなにいっぱいの骨ですね。もう1、2、3、4、5、6、7、8、9、全ての骨を一個一個評価、グレーディングを我々していくんですけども、具体的に A 評価、 B 評価、 C 評価、 D 評価とかですね、そういう風に細かく見ていくわけです。なのでたった1枚のレントゲンで非常に多くのスケーリングが行えるってことですね。例えば膝だとですね、骨端線の数ってかなり少ないですので、例えばですけど試験の問題もあるってね、50問とか100問ぐらいあると順位がねばらつきますよね。だけど5問しか問題がなかったら、クラスの中で順位って結構、ね、同率1位同率2位が多すぎてスケーリングに向いてないんですね。なので基本的にこういう風に手で撮影することが好まれています。ということで今回、ね、これがまず13歳なんですけど、他のねレントゲンも少し見てみましょうというところ でこちらがねもう少し進んだバージョンという表現でしょうかね。この子さん受診時が14歳6ヶ月になります。先ほどとちょっと、ね、様子が違うの分かりますでしょうか。先ほど、ね、この骨一緒に見たと思います。第二中枢骨って呼ばれる骨ですね。こちらの骨のこの端っこの部分が先ほど線があったり、こちらないのお分かりでしょうかね。こちらも同様ですよね。ここ全部骨端線が閉じてるってところになりますので、こういった方はですね、先ほどよりも骨年齢が進んでいるっていう感じになります。まあ、今回とこの方に関しては15歳0ヶ月というふうに評価してますね。14歳6ヶ月の実年齢に対して骨年齢が15歳0ヶ月ということですね。じゃあ骨年齢ね、骨端線とちょっと違う単語になるんですけども、骨端線をこう一個一個単純に空いてるか空いてないかっていうところの表現なんですけど、骨年齢はそれらをスケーリングしていった時に、まあ、総合的に見て何歳程度でしょうとかですね、まあ、いずれ骨端線皆さん閉じるわけですから、どの程度閉じているか、例えば10本中8本閉じているのか、10本中9本閉じているのか、10本中10本閉じているのか、そういったところで区別することによって骨年齢というのは算出することができます。骨年齢少し分かりにくいかもしれません、まあ、いつもお伝えしている通りですね、身長がですね、あとどれだけ伸びますかって質問を受けたらですね、私はきっとこう答えます。 ALP× 骨端線、もしくは ALP×かける骨年齢、そういったような評価が適切かなというふうに考えています。 ALP は車でいうとこの速さ、時速に該当します。当然ですけど速ければ速いほど身長を伸ばすのと同じで、 ALP は高い方がいいんですね。それに対して時間に該当するのが骨年齢になります。で、骨年齢は当然ですけど時間が長い方がいい。試験の時間も長い方が皆さんもね問題たくさん解けると思いますので、できるだけ長い方がいい。つまり骨年齢は若い方がいいってことですね。まあ、今回であればこれは14歳6ヶ月の実年齢に対して骨年齢が15歳0ヶ月ということは、一般的な14歳6ヶ月のお子様
よりも6ヶ月程度伸ばすための時間がない、そういうふうにご理解ください。ただね、このお子さんも指先の方ね、結構閉じてしまってるんですけども、ここの部分に関して言うとまだ残像してますので、まだ身長が伸びるという評価もここから分かりますので、まあ、そういったのね、見てるような形になります。でちょっとね、他のモニターさんのやつを見てみましょう。今ほどちょっとね、少し年齢上の方を見ていきましたの で今度逆にね、ちょっと一気に若い子見ていきましょう。じゃんってことですね。このお子様は5歳と11ヶ月ですね。やっぱり、ね、さっきと全然違うの分かると思います。これは直接的にはスケーリングには該当しないんですけども、ここの部分、ここが全然さっきとは違うの分かりますか？ここは手根骨って言います。手の根っこの骨って言います。手根骨っていう部分がすごくスカスカである。これも小さな骨ですけども、ここもっとモリモリだったんですね、さっきの。ここの手根骨の部分が十分に造成している。増えて生きているって書いて造成ですね。造成しているのが分かりますので、ここがこう十分に埋まってきている。これはですね、スケーリングとは関係ないんですけども、印象を見るときに私もよく見ますので、こういったところがやはりですね、全然違うというのが分かります。まあ、ちょっと例えばここら辺を少し細かく説明していきたいと思います。例えばここの部分ですね、これは頭骨と呼ばれるような骨ですね。で、この頭骨を細かく見ていくと、ここにうっすら線があります。こういったうっすら線があるというのも、ちょっと細かいんですけども、サインです。骨というのはですね、もともとこういう風に隣の骨見ると分かりますね。これ実はこれ骨なんですよ。ちょっともうちょっとアップしてみましょうか。ぐーっとアップしていきます。これ実は骨なんですね、これね。で、こういう風にですね、まあ、点からスタートするわけですね。生物はほとんどの場合、まあ、やっぱりそうでしょうかね。受精卵もほぼ点からスタートするようなものが、だんだんだん立体構造物になっていくわけですね。その立体構造物になっていく姿が、こういう風にですね、こう分かるわけですね。例えば、こういう風に縁取りで線が見えるというのは、それは立体構造化してるっていう意味になります。ちょっと難しいですね。ただし、これが、こういうのがですね、あると、例えばですよ、これをね、E 評価としましょうとか、F 評価としましょうとか、そういう風にしてスケーリングされるわけですね。例えばテストの点で言うと文章問題ですね。すごく綺麗に書けてる人はですね、10点満点中10点と評価するかもしれないし、ちょっとね、まあ十分じゃないけどもまあまあいいでしょうというように10点中6点とか、そういう風に評価するのと同じようにして、我々はですね、この骨一個一個をしっかりと評価していくような形なんです。でこれも実は骨なんですね。面白いですかね。どうですか。例えばこれを見ていくと、このポイントとしてはですよ、こういったのを評価するときはこっちの距離、例えばこの距離、親の方ですね。親の方が 0.94 センチのサイズ感に対して、こちらの骨は 0.84 センチということで、この場合だと、こっちの親の方ですね。親の骨よりも、こちらの骨が小さいですので、こういったのも評価対象になってきます。で特にこういうふうに丸みを帯びてて、立体構造としてはまだまだ弱いってところですね。ここはさらに立体構造化していくってところの時期になりますので、まだまだ骨年齢が若いというのもここからわかります。で基本的にはですね、こういうふうに骨があると、骨端線は指の先から閉じていきますので、こういったところがどんどん変化していくんですね。これが5歳11ヶ月で、例えばちょっと次の子ですね。8歳と4ヶ月のデータもあります。それもちょっと一緒に見ていきましょう。はい、どうですかね。もうパッと見ただけでも分かりますね。ここの手根骨の造成が進んでいることね。最近のお子さんが5歳11ヶ月だし、このお子さんが8歳4ヶ月なので3年くらいかな、進んでるわけだけども、骨が全然違うのをお分かりいただけますでしょうかね。こちらの骨に関しては先ほどです、わずかに点が見える程度だったのが、こういうふうに少しずつこうですね、形を帯びてくる。こちらの骨も同じですよね。ここの線が強くなってきて、より立体構造化が進んでいるっていう風ができると思います。で例えばですよ、ちょっとこちらの骨見ていきましょうか。こちらの骨見ていくと、この骨は意外とさっきと同じですね。比率が意外と変わらないのが分かりますでしょうか。だからこういったところはあまり変わらないかもしれないということですね。こちらの親の骨とこの骨の比率っていうのは先ほどあまり変わらないということで、ここの骨は意外とあまり変わらないかもしれない、ね、先ほどのお子さんとね。だけどこちら側の骨に関して言うと、明らかにその年齢の分だけ進んでいる。手根骨に関しても造成がすごく進んでるねという評価になります。でまだこの年齢だとですね、まあ、指の先もまだ十分に空いてる。ただし、ここもですね、こうやって詳しく見ていくと、これ面白いんですね。ここにうっすら線があるっていうのも、これも立体構造化してるって意味ですので、立体構造化が進んでるっていうのは、ここからわかります。もう一度ちょっと5歳のレントゲンで見てみましょう。で、先ほどと違うのお分かりいただけますよね。ここの部分が、先ほどもっとね、こう、ラインが出てて、もっと下に凸だったと思うんですね。その分だけ構造が出来上がってきてるっていう表現になります。まあ、骨端線は十分に開いてるってところになりますので。例えばこれもうちょっと進んでいきましょうかね。13歳と11ヶ月のお子さんですね、これね。これもまだしっかりと開いてるのが分かりますね。ただしちょっとどうですか、ここの構造化がね、進んでる、このラインが出てきて立体構造化が進んでる。さらにこうやって見てみると、こっちの親の骨に対してこの子の骨ですね、こちらの骨の方が大きくなってきて、少しね成熟度が進んできてるっていうのが分かるんです。こういったのが一個一個評価していくんですよですね。でさらに進んでいくと、まあ、先ほどお見せした方かな、ね、ここの部分、先ほどどうですか、さっき分離してたのに対して今全く分離してないの分かりますね。こういう風にして骨端線が閉じていくっていうところの経過になります。はい、ということで今日はね、骨端切除です。
少しお話しさせていただきました。まあ、これかなりハイレベルな内容にはなるんですけども、こういうふうに細かく骨端線を一個一個評価することで骨年齢が算出される。そしてその骨年齢というのと ALP ですね、血液検査を掛け合わせることによって最終身長をですね、より正確に予測していくことができますよというお話だと思います。今後もですね、身長に関することで、ね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長の申し上げたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。